それではいい時間になりましたので、早速ハイパーレジャー東京ミートアップ、始めさせていただきます。皆さん本当に4連休の直前の、最後の夜に、お集まりいただきましてありがとうございました。ハイパーレジャー東京、ハイパーレジャーミートアップ東京、毎月今コンスタントに、こういうふうにこうミートアップをしていますけれども、今回、そうですね、皆さんがこう夏休みに入る前に、最後の、ミートアップ、夏休みといっても皆さんあんまりこうどっか行くとこはないのかもしれませんけども、今年に限っては、その前の最後のミートアップになるかと思います。最後のミートアップはちょっとしばらくは多分次は期間を空けると思うんですけども、その前にですね、やるミートアップとしては結構面白いコンテンツが今回、ね、揃っています。で、今回ですね、普段ハイパーレッチャー東京ミートアップ、大体2セッションなんですけども、今回は3名、3名というか3つのセッションを提供させていただきます。まず最初に、富士通のネギさんの方からハイパーレッチャーコミュニティにおける OSS 活動の得たもの、実際にコミュニティに参加してみて、そこからのこう学びみたいなものをまず、お話しいただきたいと思います。これ結構これまでなかったアングルでのお話なので非常に面白いのかなと思います。で、その次に、日立製作所から、エマルさん、高田さん、田辺さん、この3人から、ハイパーレッチャーを使ったマルチブロックチェーン基盤ですね。この戦略的な、お話をしていただこうと思います。おそらくこれから皆さん、ブロックチェーン基盤を構築していく、いわゆるそのブロックチェーン基盤をこう作っていくみたいな、ビジネスをされる方にとっては、おそらくマルチブロックチェーンっていうのは、非常にこう重要な課題だと思うんですけども、そこを、そこまあ、日立さんとしてこう戦略的にどう考えているかと、そういう部分をお話しいただきたいと思います。で、毎回お話ししているポイントなんですけれども、ミートアップ中、皆さんからの質問は随時受け付けております。随時受け付けていた、いるんですけども、基本的にはプレゼンテーションが終わった後の Q&A の時間に、その質問には答えていきたいなと思います。で、質問は、チャットボックスもあるんですけども、そうではなくて Q&A ボタンが多分お手元にある、お手元と言ったら変ですね、画面上にあると思いますので、その Q&A ボタンで、を押して質問いただけるといいかなと思います。で、いつも結構たくさん質問いただきます。で、すべての質問にお答えできない可能性がありますので、時間の関係で。なので、できるだけ皆さん、多くの方が気になっている質問から答えて、優先順位を上げて答えていきたいと思います。なので、すでにある質問に対して、もし、そう、これ自分も聞きたいと思った質問があったら、そこにぜひいいねボタンを押していただけると良いかなと思います。で、たくさんのいいねが集まると、その質問が自然にこう上に来るようになりますので、ぜひ、いいねボタン、質問に対するいいねボタンもご協力お願いできればと思います。で、もし、さばききれなかった質問、追加の質問なんかは、ハイパーレッチャー東京のミートアップページのディスカッションに投げ込んでいただけると、可能な限りお答えするようにいたしますので、ぜひその点ご協力、いただければなと思います。で、ちょっと宣伝なんですけども、今、リラックスファンデーションでは、今トレーニングプログラムを今、充実させているんですけども、日本語によるトレーニングプログラムを充実させているんですけども、ハイパーレッチャーファブリックの基礎というコース、今、これ、日本語になってます。ぜひ、もしハイパーレッチャーに関して、もっともっとこう学びたいと言われる方は、ぜひこのコース、受講していただけると嬉しいなと思います。で、7月31日ですね、今月末まではスイスアドミンデイセールということで、50ドル割引になるので、とってもお得になってますので、ぜひ受講をご検討いただけると良いかなと思います。で、ハイパーレジャーミートアップ、日本だけじゃなくて、今、世界中でやってます。で、こういうね、今、そのコロナで、皆さん、こうフェイスフェイスで集まれないっていう時期なので、ミートアップは基本的にバーチャルでやってるんですけども、バーチャルだからこそ、今、日本にいながら、皆さんが、例えばロンドンだとか、海外のデンバーのミートアップに参加するっていうことも可能です。ぜひ、日本の今のね、ハイパーレッチャー東京ミートアップだけじゃなくて、もしご関心ある方は、日本以外のミートアップ、7月30日にはロンドンで開催されますし、8月の6日にはデンバーで、アメリカのデンバーで開催されますので、ぜひこういうのにもご参加いただけると良いかなと思います。では、ぜひ、これから、先ほど3名のプレゼンテーターがいると、
あの3つのセッションがあると申し上げましたけども、あのぜひあのミートアップをエンジョイされていただきたいなと、いただきたいなと思います。それではあの早速あのですね、セッションに入りたいなと思います。では、最初の、スピーカーである富士通の、ネギさん、よろしくお願いします。それでは富士通、ソフトウェアテクノロジーズの、ネギがですね、実際にあのハイパーレッチャーのコミュニティの方で、OSS 活動したので、そちらの経験、まあ、知見の方を、シェアさせていただきたいと思います。30分ぐらいですかね。で残り10分ぐらいで、Q&A ありましたら、答えていきたいなと思います。まず自己紹介です。簡単に。私、15年ほど、エンジニア、まあ、今もエンジニアなんですけどもやっておりまして、そもそもは、まあ、組み込みの Linux だとか、Android であるとか、結構ローレベルの仕事をしていました。で、2年ほど前に、主にハイパーレッチャーファブリックではあるんですけども、ブロックチェーンの方の、仕事につきまして、今に至っております。プライベートで言いますと、まあ、ハイパーレッチャーファブリックに関わっているという関係上、まあ、GoLang を個人的には最近よく使ってまして、あとは近頃 の、 あのロックダウンの影響で、家で、まあ、YouTube 見ながら、エアロビしたりだとか、家でパンを焼いたりしています。あと、まあ、GitHub とか、まあ、Kita ですかね、こちらのハンドルで活動しておりますので、よろしければご覧ください。で、ハイパーレッチャーコミュニティでの主な活動2つございまして、1つはですね、ちょうど1年ぐらい前ですかね、去年の10月ぐらいに、ハイパーレッチャーファブリック向けに、ね、アーカイブ機能を、まあ、提案するという活動をしました。でこちらは、ハイパーレッチャーラボという、まあ、前のミートアップでも出てきたかと思うんですけど、インキュベーションのプロジェクトがこう集まって、る、別サブ組織みたいなのがありまして、そこに、我々が開発したアーカイブ機能を登録して、まあ、ファブリックのコントリビューターたちと議論しながら、まあ、ファブリックの正式機能として対応されるのを目指して活動をしていました。でもう一個は、ちょうど私がブロックチェーンの仕事をし始めたのと同時ぐらいに、参加を始めたプロジェクトがありまして、ハイパーレッチャーエクスプローラーというプロジェクトに、私メンテナーとして活動しております。こちらは、ハイパーレッチャーでサポートする、まあ、各プラットフォームのダッシュボードですね。まあ、実際まだ2つしかサポートしてないんですけども、そちらの方で活動しております。で今回お話しすることは、2つの異なる観点からの、まあ、アプローチ、観点からのコミュニティへのアプローチですね。まずは、まあ、機能提案するという活動を通して感じた、まあ、もともと描いた青写真からと現実の大きなギャップを、まあ、私たちの、まあ、要は失敗談なんですけども、そちらを交えてシェアしたいと思います。また、まあ、提案した機能について簡単ではありますが、概要をご紹介して、あと、コミュニティの方でも同様の、まあ、大腸周りの関連機能が今開発中ですので、そちらの方も簡単にご紹介したいなと思います。で、もう一個は、既存のプロジェクトの方にこうジョインして、まあ、開発なり運営に携わった経験をご紹介します。まあ、根があの開発者なので、まあ、もちろん開発プロセスの方にどっぷり浸かるっていうのはもちろんなんですけども、こういったプロジェクト、まあ、ユーザーあってのものですので、まあ、ユーザーエンゲージメントをどうやって高めるかですとか、プロジェクトの健康状態を、良好に保つにはというか、まあ、そういったガバナンスの確保の方法など、まあ、その辺を通じて得た経験を簡単にご紹介いたします。でまあ、重要なのがですね、私、まあ、こういった活動を始める前は特にオープンソースでの世界では活動はしてなくてですね、そんな初心者でも、まあ、まあ、2年は要しましたけども、こういうことができるんだよと、特に
ことをお伝えしたいです。で、まあ、なんでお伝えしたいかと言いますとですね、こちらのデータをご覧くださいと言いますか、ハイパーレチャーファブリックのコミュニティでは、まあ、スラックのような、まあ、ロケットチャットと呼ばれる、まあ、チャットアプリを使っているんですけども、それのちょっと分析結果です。分析というほどのものでもないんですけども、これはですね、ハイパーレチャーファブリックのメンテナーが集まるチャットルームのタイムゾーンごとのユーザー数ですね。ちょっとややこしいですけど。で、この辺にマイナス8とかマイナス7とか出てるのがタイムゾーン時差で UTC からの。で、まあ、下に出てるのが割合。で、まあ、日本の方が取得するであろうタイムゾーンがまあ9ですね。大体 6% ぐらいの方がいらっしゃると。まあ、単純にまあ、ルームにジョインしてるだけなんですけども、かどうかの、チェックなんですけども。で、まあ、3分の1ぐらいがアメリカ大陸の方で、まあ、残り、ここの辺の3分の1が、中国とかインドの方ですね。まあ、これが、まあ、多いのか少ないのか、ちょっと微妙な数字なんですけども。で、こちらが、ハイパーレッチャーの GitHub の配下に120ほどプロジェクトがあるんですけれども、そこに2回以上コミットした人 の中から、それが635名の方がいらっしゃいまして、その中で、まあ、GitHub 上のプロファイルにロケーションを設定している人が約半数ですね。でそこから判断して、まあ、日本国内の活動をしている方がどのぐらいいるのかっていう数字です。まあ309分の6なので、まあ、50分の1で、まあ、2% ぐらいですかね。まあ、これがアクティブ、今もやってるかどうかはまだ見てませんけども、まあ、このぐらいの数字がありますと。ちょっと思ったよりはっきりした数字じゃなくて、まあ、私のシナリオ的にはここをもう少し増やしたいなという思いもありまして、皆さんの背中を後押しするためにというか、できたら嬉しいなと思って、こちらのシェアをさせていただいてます。という前置きはこの辺にして、まずはファブリックの方に機能提案した、経験の方を、シェアさせていただきます。で、まあ、どんな機能を提案したのかというとこなんですけども、ブロックアーカイビング機能というものを提案いたしました。まあ、名前から想像に難くないとは思うんですけれども、まあ、一つの、まあ、ここにブロック、ハイブリックのブロック、ネットワークがありまして、一つのオーガナイゼーション内を見た場合に、まあ、この、まあ、ピアがありますと、この中のピア、ブロック、古いブロックを、レポジトリという場所に、一箇所に集めて、まあ、集めた分、各ピア上のローカルからアーカイブ済みのデータを消すと。そうすることで、まあ、当然ストレージの消費が抑えられますねというのは分かるかと思うんですけども、まあ、ポイントなのは、まあ、ローカルから削除した後も、まあ、各ピア上では、削除済み、アーカイブ済みデータにシームレスにアクセスができる状態を保つというような機能を提案いたしました。で、なんでそういう機能を開発したかと申し上げますと、まあ、我々のお客さんのからローカルに、まあ、こういうニーズがあったっていうのももちろんありますし、マーケットを見てもですね、そういったニーズっていうのは散見されますと。右側に移しておりますこちらスライダーはですね、今年のハイパーレチャーグローバルフォーラムで、オラクルの方ですね、が、エンタープライズブロックチェーンにおける10の課題みたいなのを紹介される、とても面白い、セッションがありまして、その中の一つに、まあ、
プルーニング、まあ、チェックポイント、プルーニング、まあ、データの削除やアーカイブは必要かっていう問いがあったんですね。まあ、賛否両論ありまして、サポートする意見としては、まあうん、リソースを、まあ、がひたすら伸びていくのに必要だとか、反対意見としては、まあ、ストレージなんて、まあ、安いからこんな、あ、こういう機能はいらないんじゃないかっていう意見ですとか、その後、まあ、クエリがややこしくなるし、みたいな。いう反対意見もありますと。まあ、結局これは、まあ、こっちのサポート意見の方が多いようで、ですと。また、ハイパーレチャーファブリックのですね、まあ、チケット、アクションアイテムを管理しているところに、まあ、そういった、リクエストも、機能リクエストもありまして、こちらの FAB106 っていう、まあ、チケット番号なんですけども、これ、まあ、チケットができるためにインクリメントされていくんですが、今こちら、現在のパブリックは2万ぐらいまでいってるんですね、この番号が。ということは、まあ、開発のすごい初期の段階で、こういう機能要望がすでに上がっていたと。まあ、そういうところをいろいろ踏まえた上で、我々もこちらの機能を開発して、オープンソースに、まあ、コントリビューションできないかということを考えました。まあ、これをすることによって、まあ、ストレージ容量のあまり、ね、潤沢じゃないデバイスもネットワークに参加することができるようになって、まあ、適用範囲も広がるのではないかと。そういった背景もございます。で、もう一方、ちょっと仕組みに踏み込みますと、まずですね、まあ、3つのロールが出てきます。まあ、全ては、元は、既存のハイパーレチャーファブリックのピアをベースにしたものなんですけども、アーカイバーピアというものがありまして、こちらはブロックをとあるクライテリアに基づいて、まあ、アーカイブをトリガーするもので、まあ、アーカイブしたものは、した後のステータスを、まあ、組織の、この他のピアに、まあ、ブロードキャストしますと。そういう役割のアーカイバーピアと、まあ、アーカイブしたブロックが格納されるリポジトリーピアというもの。まあ、通常はアーカイバーとリポジトリーは、まあ、同一のピアを指すことが、まあ、こともできますと。で、残りのクライアントピアというのは、まあ、通知されたステータスに基づいてローカルに保持するブロックを、こちらも、まあ、個々のクライアントの設定に基づいて消していくと。で、各ノードに対して、まあ、すでに消しちゃったデータに対して、まあ、このピアに接続したユーザーから、まあ、削除済みデータに対してクエリーが、ブロックだとか、トランザクションにクエリーが入ったとしても、まあ、リポジトリにリクエストを投げることで、まあ、アーカイブ後もユーザーはシームレスにデータアクセスができますよという仕組みです。で、作りはここまで。として、まあ、実際にどういう活動を進めたのかというお話を次のスライド2枚ほどでご紹介します。青写真としましては、5つの、まあ、ステップを踏んで、まあ、およそ4ヶ月か6ヶ月ぐらいで、まあ、機能採用に至るのではないかという青写真を描きました。まあ、こちらの期間に関しましては、以前、弊社でも、別のプロジェクトですね、ハイパーレッチャーの Java SDK というののコントリビューション実績がありまして、まあ、そちらの、コントリビューション完了までにかかった時間がまあ6ヶ月ぐらいだったという実績を踏まえてこのぐらいと見積もりました。で、まずは、ラボに登録ですね、これをするにはとりあえず技術的な情報まとめて、こちらでもホワイトペーパーを作成して、スポンサーを確保します。スポンサーというのは、まあ、推薦してくれるハイパーレッチャーコミュニティの中でそれなりの地位の人ですね。あるプロジェクトのメンテナーだとか、委員会のメンバーだとか。で、まあ、GitHub にオープンソースを公開しますと。で、まあ、ここを通過すると、まあ、ラボの配下にプロジェクトを登録できて、まあ、それができたら、まあ、ここはコントリビュート、ビューターたちとの議論を開始します。こちら、各州で、電話会議が開催されて、どなたでも参加できるんですけども、まあ、そこで会話したりだとか、
メーリングリストやチャット経由で議論をしますと。そこで得られたフィードバックで開発改善を進めて、この3、4のサイクルを何サイクルか回すことで晴れて、コアコントリビューターの中で承諾が得られて、こうファブリックの一機能としてどっかのリリースで含まれるのではないかと目論んでおりました。ただまあ実際にはそんなに簡単な話ではありませんでしたという話です。まあ最初の出だしは、ポジティブなフィードバックをいただきまして、2番まではすごくスムーズに進んだんですけども、あくまでここでシェアしたのはすごくハイレベルなコンセプトとかそのあたりだったので、そういった結果になりました。で突き詰めていくと、我々の想定がちょっと不整合があったりですとか、まあ、それに基づいて設計の一部見直しが発生したりだとかですね、そうこうしているうちに先ほどの前のページぐらいで紹介した、まあ、コミュニティでもニーズがあったっていう、まあ、チケットがで定義された機能要求が実際にコミュニティ側でも動き出してまして、まあ、類似機能の開発が始まったということで、いくつか、実装にコンフリクトが生じて、まあ、連携する必要が出てきたと。まあ、そういうことで、想像以上に複雑になりまして、まあ、クリアすべき、まあ、調整だとか仕様等々が折り重なってですね、まあ、早いはしごの5番に到達すらできませんでしたというのが今回の活動、まあ、終わったわけではないんですが、今現時点での状態です。で、学びといいますか、何が足りなかったのかというお話なんですけども、3つ、まずはコミュニケーションですね。まあ、コミュニティの、まあ、ナレッジがすごく溜まっていて、まあ、すごい、まあ、スーパーマンがいっぱい、すごい人がいたりだとか、そういった知恵を生かしきれてなかったのかなと、個人的には思っております。でまあ、より早い段階でコミュニティにジョインしてですね、さまざまな角度から、まあ、フィードバックをいただければですね、デザイン段階でもう少し、カバレッジの高いものができたのではないかと考えております。あともう一個ですね、説得力ですね。我々のちょっとアイデアにちょっと盲目じゃないですけども、他のアプローチの検討が足りなかったというのがあります。要はこれはいいよってコミュニティに進めたところで、他とのこう比較対象がで比較検討結果ですとか、こっちはこういういいとこがあるけど、こっちの、メリットデメリットは。提供して、まあ、我々のアプローチのいいところ悪いところとか、でそれを比較した上でこういう結論に達しましたよっていう経緯がなかったので、なかなか、こちらの機能の提案の、良し悪しを判断することができなかったのではないかと考えています。まあ、あと時間ですね。まあ、特に、今回は4、5ヶ月から6ヶ月っていう時間をちょっと区切ってやってみたんですけども、他の関連コンプが出てくる以上タイムラインが合わないのはまあしょうがないことで、まあそこをどうにかしてなんか我々都合のタイムラインに合わせて急いでなんかリソース等を投じてまあ推進するよりもですね、まあより効率よくより大きな成果に結びつけるためには、まあ、やっぱコミュニティと多少時間はかかりますけどもとともに推進していければより良い結果に、まあ、局所最適よりまあ全体最適でやるのはがいいのかなと。要は時間かかるのはしょうがないのかなっていうような結論ですと。で、ただまあここだけ見るとなんか別に変な印象は与えたくなくて、まあ、コミュニティは常にオープンなので、こういうトライを何度もしながら
精神機能作用に向けて頑張ればいいのかなと思っています。まあ、例えば我々コントリビューターミーティングとかに出て、まあ、拙い英語で我々の意図が通じない時とかもあるんですけども、まあ、ちょっと廊下でよく頻繁に入ったエンジニアとかがこう代弁してくれたりだとか、そういう、こうサポート体制もあるので、決して閉鎖的とかそういうわけではなくて常に門は開いていますので、ぜひ皆さんもっていうのはちょっと言うのは簡単ですけども、トライしてみてはいかがでしょうかと。で、まあ、今後の、予定なんですけども、まあ、であのコミュニティ側で開発を進めているというプロジェクトの方に参加してですね、より緊密な関係を構築するのも良いかなと今は考えております。で、そのコミュニティ側で作ってるっていう機能を簡単にご紹介します。これはですね、新たなピアがチャンネルに参加したときに、まあ、ストレージの消費量を抑える、ブロックの同期にかかる時間を、減らすっていう、まあ、パフォーマンスを向上させるための案でして、ここに3つの、まあ、ジェネシスブロックから生成された、まあ、ピアがありまして、これが、まあ、どんどん伸びていく最中に、とあるブロックで、まあ、スナップショットを撮りましょうっていう事前合意をするんですね。まあ、合意の取る方法は別途なんか、合意形成する必要があるんですけども、そうすると、まあ、予約決められたブロックに到達した時点でスナップショットが取られますと、その時点の。まあ、スナップショットというのは、まあ、ステートと、まあ、そこまでに、発生したトランザクション ID のワンセットであるとか、その他諸々のメタデータをも署名した形で、各ピアがローカルに持ちますと。でその後、また普通にブロックが成長していくんですが、そのどっかのタイミングで新しい組織が参加した場合には、この組織はですね、ジェネシスからスタートするんじゃなくて、このスナップショット、直近のスナップショットから、チェーンを開始しますと。そうすることによって、この分データを持たなくていいですし、この分データをシンクロさせなくていいというのがこの機能のメリットです。で、あとは同じようにこのオーガナイゼーションが参加した後も、例えばオーガナイゼーション2で内部にピアをもう一個追加したい場合は、またそれの直近のスナップショットを使って、ブロックを伸ばしていくというような仕組みですと。で、ただこの、機能はこのすでにジェネシスから始まっているピアのこの部分のデータを何とかする、まあ、削除したりアーカイブしたりする機能は含まれてないので、我々が提案する機能はこの辺をまあカバーしていくようなものになるのかなと今の段階では考えています。で、残り5分ほどで、既存のプロジェクトに参加した経験の方をシェアさせてください。こちらはご存知の方もいるかと思いますけども、このハイパーレッチャーアンブレラの中のですね、ツール群の中にあります、このエクスプローラーというものですね。ここのプラットフォームを可視化する目的で作られたプロジェクトですと。と言いながら、今はまだファブリックとイロハしかサポートしてませんけども、利用している技術スタックとしましては、まあ、ReactJS のフロントエンドで、ミドルが、まあ、Node の Express のミドルを持っておりまして、バックエンドにファブリックと Postgre がありますと。このような、至ってシンプルな、GUI を持った、ツールになります。で、ここでは、まあ、技術者として今まであまり経験したことがない、エコシステムを利用して、プロジェクト運営をすることができました。で、まあ、一人で全部やったわけじゃなくて、コミュニティと、まあ、チームのサポートを受けながら、このモダンな開発のベストプラクティスを実践することができました。
この辺に挙げている機能は全てオープンソースであれば無償で使える機能でして、例えばプロリクエストが出たら、まあ、パッケージのディペンデンシーをチェックして脆弱性がないかとかチェックするだとか、ソース修正したソースにバグが含まれてないかとか、バグの匂いがするコードは含まれてないかとか、あとはそうですね、レビュー、自動レビュー機能のツールが、まあ、クラウド上で利用可能ですと。で、あとはですね、プロリクエストが上がると、まあ、自動で、我々、まあ、フロントエンドのツールのプロジェクトなんですけども、エンドツーエンドで動作を確認するために、まあ、GitHub にプロリクエストが出たら、Azure 上で、ちっちゃいファブリックを立ち上げて、まあ、その上でエクスプローラーを動かして API のエンドツーエンドのテストを流したりだとか GUI の自動テストを流したりだとか、そういったものをやっています。で、リリースする際にはタグさえ打てばですね、Docker Hub に Docker のイメージがプッシュされて、ドキュメントのホスティングサービスである Read the Doc に、まあ、ドキュメントがプッシュされると。これいうエコシステムが今、別に、まあ、ハイパーレッジに限らないんですけども、オープンソースで、まあ、無償で使えますよと。で、こうやってさまざまなプロセスを、まあ、自動化することはですね、まあ、個人のスキルに依存しない形でプロジェクトのクオリティを保てることので、とても重要なんですね。まあ、要は新しく入ってくるコントリビューターのハードルを上げないためにも、どういう人が入ってきても同じクオリティが保てるようにするために、こういったツールによってサポートを受けています。これを、身をもって体験することができました。で、まあ、先ほどもちょっと触れたとおり、ユーザーの方の利用があってのプロジェクトですので、UX の改善によって、を心がけました。まあ、オフィシャルにはメーリングリストとチャットルームで QA を受け付けておりますけども、まあ、スタックオーバーフローとかでも QA が上がってくるので、そちらをチェックしています。まあ、そういったユーザー対応を、まあ、チームで担当を分けて、対応して、クイックに対応してですね、分からないところをドキュメントで保管していくと、まあ、ドキュメントがとてもオープンソースにとっては重要ですので、そこをにフィードバックをかけて導入障壁をできる限り下げてユーザーを増やすようにしています。で、そうするとコミュニティ、今ユーザーが増えればコミュニティが活気づいて、まあ、質問なりが増えますよね。で、中には、まあ、こうしてほしいだとか、こういうふうに直したよっていうコントリビューターの中には現れるので、それが出てくるフィードバックやコントリビューションが現れると、まあ、機能が改善されて UX がまた上がると、ユーザー体験がまた上がると、そうすると、まあ、うまく循環が始めるということで、まあ、徐々にではありますがユーザー数が増えてはおります。いや、まあ、明確に数字は持ってないんですけども、Docker のプルカウントは200万をいつの間にか突破してですとか、まあ、カンファレンスやフォーラムとかでもいくつか、実用での利用が散見されます。で、まあ、これはまあ外向きの対応の話なんですが、こちらはまあ運営の話ですね。一番、まあ、流動ごとにちょっと円で表してはいるんですけども、一番流動の小さい、ガバナンスなんですかね。で言いますと、まあ、1プロリクエストごとにコア開発者の、まあ、承認が GitHub 上で発生して、バリデーションがありますと。で、まあ、2週間ごとのスプリント計画を、まあハイパーレッジャーが運営しているジラのバックログから取得して、まあ、計画を立てて2週間のスプリントをできる限り、まあ、守ろうとしていますと。で、まあ、
さらに3ヶ月ごとですかね、テクニカルステアリングコミッティという毎年選挙で選ばれるメンバーで構成された委員会へ報告して、プロジェクトの状況、健康状態というのは、まあコミットの頻度だとか、参加者の一社に依存してないかとか、そういった健康状態を評価してもらいます。こうやった形で、まあ、チームのガバナンスが保たれていますと。こうやって、まあ、技術面だけじゃない本当のフルスタックの経験が、この2年間ですることができました。で、何が最終的に言いたいかと言いますと、このようにですね、まあ、私が問い合わせたのは、まあ、大きい組織のある一部分だけですので、まあ、引いて俯瞰した場合に、さまざまな、まあ、用途のさまざまな技術スタックで実現されたプロジェクトが存在しますので、何かしら皆さんの金銭に触れるな、トピックがあるのかなと思っております。で、また私、去年、香港でありましたブートキャンプというのにも参加する機会がありまして、まあ、そこでも、まあ、いろんな方がさまざまな、プロジェクトに参加している熱い思いをですね、こう身をもって経験してきました。まあ、あとこちら、ハイパーレッジャーのウィキ上にもありますように、プロジェクトが、まあ、これだけあって、ワーキンググループや、まあ、スペシャルインタレストグループも、まあ、各週ぐらいで、まあ、ミーティングを行ってたりしますので、もし何か興味、技術的な話だけじゃなくて、マーケティングや、よりハイレベルな話のところに興味がある方も、一回覗いてみると良いかなと思います。まあ、普通のオープンソースでも、まあ、今までご紹介した中のいくつかは体験できるんですけども、こういった特色、多様性のある、特色のある、まあ、ハイパーレッジャーコミュニティは、まあ、私個人的にはですけども、まあ、多様な環境を提供してくれていてですね、互いに刺激を与えながらこう、自分を磨くことができる最適な環境なのかなと思います。まあ、自分のポートフォリオのですね、を広げたりとか深みを増したりだとかということが、この環境なら必ずできるかなと思いますので、もし皆さんぜひ機会がありましたら、参加されてはいかがでしょうか。で、はい、以上です。リキさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ニキさんの今のプレゼンテーションに対して質問などある方は、ぜひQ&A の、ボタンを押して投げ込んでいただければなと思います。すでに一つありますね。ニキさん、ご覧になりますか。はい。スナップショット&チェックポイントの機能について、オルグの削除および再参加が発生した際の動作についての議論もあるでしょうか。ですね。その際の動きについても教えていただけるとありがたいですという質問です。はい、ごめんなさい、QA が見えないのかな。あ、もう一度お願いします。で、読みますね。レッジャースナップショット&チェックポイントの機能について、オルグの削除および再参加が発生した際の動作についての議論もあるのでしょうか。その際の動きについても教えていただけるとありがたいですという質問です。はい、はい、もちろんそこのチャンネルを離れるときとかの動作の詰めももちろんございまして、はい、現状は、まあ、一旦そこは削除ですよね。明確にそこ課題としては上がってはいないですけども、削除して再参加ですから、はい、特に課題が見つかっているわけではないですが、サポートはする想定には入っているユースケースかとは思います。
こういう答えになってますかね。この削除および再参加に関しては、もう 今すごくあの議論が盛り上がっているわけではないんですけれども、ただあの今後あのサポートされるあの機能の予定だと。そうですね、はい。はい、あのそうね、手が回ってないっていうのも事実ありますけども。はい、ああ、なるほど、なるほど。あのこのご質問された方、今のであのお答えになりましたでしょうか。あと他あの質問ございますか。あの先ほどの 今のであの答えになったみたいですね。ありがとうございます。あと質問いかがでしょうか。あのオープンソースのコミュニティ に、まあ、関わるで関わった際にどんなことをするかってかなりの具体的なお話だったと思うんですけども、あ、もう一つありますね。提案した機能との競合について対応範囲のすり合わせはどのように行われましたか。また難しさはという質問です。対応範囲のすり合わせ、こちらはですね、昨日はね、競合したかもしれませんけど、それあのどうやってすり合わせをしたかだとか、また難しさだったりだとか、そのあたりお話しいただけますか。はい、競合といっているのは、まあ、こちらの、まあ、コミュニティが作ろうとしている機能と、競合が発生したんですけども、すり合わせ自体はですね、こちらの案がかなり RFC みたいな細かい仕様が出てきたので、こっちはそこに合わせるような形で、やりました。で、まあ、会話自体は、数回、電話会議を行って、難しさというところはなかったですね。競合機能はとてもカバレッジが高く設計されていたので、そういう意味では、結論は結構明らかだったので、そんなに難しさはなかったですけども、はい。なるほど。コミュニティ側のその、まあ、RFQ みたいなのがあったんで、まあ、むしろ本社の方から合わせていったと、そういう感じだったんですね。はい。了解です。あと他ご質問ありますでしょうか。よろしいですか。では、時間にもなりましたので、ネキさんのセッションはここら辺で、終了とさせていただきます。あのネキさん、オーストラリアからスピーチいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。また日本にお越しになる際にはぜひお会いできればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続きまして、バトンを、日立さんにお渡ししたいなと思います。日立さんの方から、エマルさんと、エマルさんと高田さん、それから田辺さん、まあ、3名様からお話しいただきます。それではね、まずエマルさんですね。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今福安さんから紹介がありました日立製作所の今ると申します。本日はですね、まあ、複数ブロックチェーンの、基盤の使い分けというところで、発表させていただきます。私ですね、まあ、ちょっと所属が長いんですけど、ソフトウェア COE のブロックチェーン推進部というところに所属しております。んよいしょ。はじめにですが、まあ、本イベントを企画くださったリナックスファンデーションの皆様、それから、今60名以上の方参加いただいているようですが、参加者の皆様どうもありがとうございますと。で、スライドはですね、後ほど、公開いたします。またですね、質問も歓迎しておりますので、どんどん書き込んでいただければと思います。まずですね、我々の ビジョンとケーパビリティというところなんですが、まあ、上からですね、まあ、いろんなビジネスのドメインがありまして、まあ、我々ですね、あのブロックチェーンを活用することで、やっぱりあのブロックチェーンの価値というのはいろんな業界が、つながるというところですので、まあ、それによってですね、今までなかった価値というのを創生していきたいというところが、ビジョンとしてございます。でそのための道具立てとしまして、2段目ですが、まあ、我々ですね培ってきました顧客競争の方法論であるネクスペリエンスであるとか、まあ、IT×OT、オペレーショナルテクノロジーですね、こういった知見であるとか、あとはそのエンタープライズ IT の運用権限と
というものがございますので、こういったものを活用しながらですね、ユースケース創生から、開発運用までトータルにサポートしていくというところで、エクゼキューションを進めております。でそのための道具立てとしまして、一番下ですね、本日 の, ハイパーレッチャーの会ですが、我々のハイパーレッチャー設立時からですね、プレミアメンバーとして、開発にですね、ファブリックは貢献してまいりましたと。であとですね、後ほど話がありますが、最近になってですね、ハイパーレッチャーベースなど複数の基盤を担ぐといったようなところで、さまざまなブロックチェーンですね、こちらを適材適所で使い分けていこうといった戦略で進めております。で、先ほどですね、ビジネスの場面から、基盤の運用まで、トータルにやってますということをお話しさせていただいたんですが、具体的にはですね、ここに示しております4つのレイヤーで、考えておりまして、上からパターンブック、リファレンスモデル、ライバリーバーズというふうに呼んでおります。でこちら、それぞれですね、簡単に説明させていただきます。まずパターンブックですが、こちらですね、もともとビジネス側の研究をやっている研究所の方でですね、ブロックチェーンのユースケース200ぐらい、分類整理いたしまして、11個ぐらいのパターンになるんじゃないかというところで、こちらに示しております、11個のパターンというところに分類いたしましたと。でこれ何がいいかっていうふうに言いますと、やはりですね、最近はちょっとだいぶ減ってきたんですけど、ブロックチェーンってなんだっけっていうところからお客様との話が始まることも多いというときに、ブロックチェーンの価値を説明して、お客様の課題と紐付けてっていったときに、これってなんでブロックチェーンなんだっけみたいな話がぐるぐる回ってしまうことって結構あったんですけど、そういったときに、この価値ですねっていうふうに、ピン止めして話を進めると、割と議論がスムーズにいくみたいなところで、テクニカルレイヤーっていうよりは、ビジネスレイヤーのお客様と話をするときに、こういった何かピン止めするようなものがあると、話が割とスムーズにいくといったところがあります。で、次にですね、なんとなくそのユースケースっていうものが見えてきますと、じゃあ今度 POC していきましょうみたいな話になるんですが、そういった時にですね、先ほど の11個 のテンプレートですね、こちらを、実装するような、ひな型 の我々リファレンスモデルって呼んでますけど、実装がないとなかなか一からやるのつらいよねっていうところで、パターンブックにそれぞれに紐づいたシステムモデルというのを、作成しておりますと。これインプリメンテーションですね。で、例えばっていう話で、ナンバー6パーパスコントロールっていうのがあるんですけど、これに紐づいた実装っていうのを持っておいて、お客様がこれに紐づいたユースケースやりたいっていうと、このテンプレートを持っていってちょちょいと書き換えて、実装すると POC 回すといったようなことをやっております。で3つ目、ライブラリーなんですが、こちらですね、ユースケースによらずに、部品として、ブロックチェーン の実装だったら、なんとなく、こういう部品必要だよねっていうのが、見えてきましたので、それを整理しましたという話です。で、ちょっといくつか具体例で説明しますと、例えばこのラスフレームワークっていうところで、やはり我々弊社のお客様ですね、最終的にはミッションクリティカル止めちゃダメだよねとか、あと長期で運用したいよねっていうお客様が多いといったようなところで、具体的にはですね、いろいろあるんですけど、ここで紹介させていただいているのは、REST のサーバー使ってその裏でシングルポイントオブフェイラーを排除するような冗長構成ですね、これを裏側できちっと取って、サービスディスカバリーを使用して、接続の切り替えであるとか再接続を行うといったような機能、これをですね、部品として作り込むといったようなことを行っております。もう一つですね、PBI 認証っていう指の静脈を使って、一位性を確保するっていう、もともとそういう技術を持ってたんですけど、こちらをですね、秘密鍵を生成するっていう言ったようなところの使い方と組み合わせることによって、コンソーシアム型のブロックチェーンだけじゃないんですけど、
やっぱりブロックチェーンって基本的には秘密鍵で証明書に署名を打つというところが重要なんですけど、鍵なくしちゃったらどうするんだっけっていう話がですね、毎回問題になるというところで、指から、都度ですね鍵を生成するといった仕組みをブロックチェーンに組み込むことによって、鍵管理を楽にするといったような部品を開発しております。で4つ目のフェーズ、一番下の、バーズブロックチェーンザサービスのところですけど、こちらちょっと時間があれなので、紹介は割愛しますが、提供しておりますと。でですね、この後高田さんの方から、イーサリアム系の基盤の話があるんですけど、ファブリック系は2年ほど前から提供しておりまして、こちらに示しております、サービスポータルであるとか、保守の仕組みであるとか、あと、我々の方がコミュニティと一緒に開発しているベリファイアという監査の仕組みだったりといったようなものを組み込んだ基盤というふうになっております。私からは以上で、次高田さんお願いします。はい、私からはですね、コンセンシャとの協業についてとして、ご説明させていただきます。はい、自己紹介です。高田康と申します。ものづくりの現場が長くてですね、日立のオープンミドルウェア製品の開発に長く従事しておりました。3年前からブロックチェーンがメインなんですけれども、先端技術を扱う仕事に携わっています。もともと開発畑で、あまり外に出ることがなかった人間なので、こういった登壇ちょっと得意じゃないというか、生涯2回目でまだまだ緊張です。よろしくお願いします。で、もう少し次は私が所属する組織についてのご説明をさせてください。で、私が所属する事業部はですね、開発支援、運用管理、そしてデータ利活用という、3つのドメインというか柱、これを事業をベースにしております。で、私が所属する柱というのはですね、開発支援になります。で、先端技術を活用して、開発をするときの障壁を、できるだけ下げて、お客様のやりたいことを、あとビジネスのスピードを、上げるという、こういうお手伝いをすることをミッションにしています。で、ここからが、本題になります。なぜ日立が、ファブリックの日立が、イーサリアムなんだっけというお話です。でも、そんな複雑なこのひねった話でもなくてですね、ファブリック以外の基盤ニーズ、これもあることを認識した上でどちらにでも対応できるようにしたと、そういうお話です。私も3年前からですね、日立のブロックチェーン事業に、チームとして参画してまして、ファブリックを使っての、研究支援とか、あと基盤の開発、あと POC、デモアプリとかですね、そういったものの開発に携わってきた人間です。当初はイーサリアムでということは全然考えてなくてですね、ファブリックでどうしようと、そういった話の中にいました。ただしかし活動を続けていまして、お客様の声をいろいろ聞く中で、有力な基盤としてイーサリアムがあるよねと。で、そもそも基盤どちらかじゃなくてですね、有力な基盤であれば、どちらも扱えて、各基盤の特徴を生かしつつ、お客様はその基盤を使いたいというか、その上のビジネスを作りたいという話なので、そこのお客様が真に必要とする価値とか、その業務レイヤーみたいなのを上位にしっかりと構築できるようにする、これが日立として必要、重要かなと、そういうことを考えまして、基盤レイヤーの拡充についてはコンセンシスさんと協業して事業を開始したものです。で、コンセンシスさんの情報です。皆さんご存知の方多いと思います。言わずと知れた、イーサリアム業界のビッグネームで、ジョセフ・ルービンさんが2014年に設立したブロックチェーン企業になります。で、イーサリアムのプロトコル開発とか、あとオープンソースコミュニティへの貢献、エンタープライズ IT の提供と、幅広い活躍をしています。で、拠点も世界各国にありまして、日本法人もあります。日本法人の代表の方、小暮さんという方がいらっしゃいますが、彼とは週に1回以上、ここ最近は毎日のように、何らかの議論を交わしていまして、今後どうしていく、そういった話は常にやっているものです。
で、そのコンセンシス社が開発した、まあ、企業向けイーサリアムクライアントがハイパーレッジャーベースになります。まあ、ハイパーレッジャーと、まあ、イーサリアムって、まあ、競合じゃなかったっけみたいな方をよく聞くこともあるんですけど、まあ、2018年にハイパーレッジャーとあと企業向けのイーサリアムを、まあ、推進するエンタープライズイーサリアムアライアンス、まあ、この間で協業が発表されました。で、まあ、共通の基準作りとか、まあ、相互交流を行うということで、まあ、補完的な関係になっているという認識です。で、このコンセンシス社も日立と同じくハイパーレッジャーのプレミアムメンバーになっています。で、このハイパーレッジャーベースですが、コンセンシス社のペガシスという、まあ、チームが開発してまして、当時はパンセオンというコードネームで呼ばれてたと思いますけど、2019年の8月にハイパーレッジャープロジェクトに寄贈されて、今年の3月にアクティブ、まあ、インキュベーションからアクティブのステータスに変わりました。で、ベースはですね、エンタープライズイーサリアムアライアンスの仕様に準拠して、まあ、パブリックからの流れもありますので、トークンを使うのがまあ容易だと。で、パブリックもプライベートも両方で使える、まあ、こういった基盤的特徴を持っています。で、そしてですね、今年の3月末にペガシスプラスという、まあ、コンセンシス社の製品をですね、取り扱い開始したことをニュースリリースで発表させていただきました。国内外から多くの反響をいただいてまして、まだ引き続きいろんな方とお話をしている状況です。で、ペガシスプラス、ちょっと変わった名前なんですけれども、まあ、これはですね、先にご説明したハイパーレジャーベースの、まあ、いわば商用版になります。まあ、エンタープライズ利用で、まあ、必要になる3つの追加機能とサポートサービスが提供されているものです。まあ、追加機能としては、セキュリティを強固にするためのデータベースの暗号化、そして信頼性を確保するためのモニタリング、もともとベースもモニタリングの機能はあるんですけど、そこに、まあ、メトリックを追加していく形で拡充しています。あと最後にシステムで起きている事象を、まあ、一元管理できると。で、まあ、自動化もできる、まあ、そういったものを設定するためのイベントストリーミング、まあ、連携ですね。この3つが提供されています。で、最も、まあ、ご紹介したい、まあ、サポートサービスについてです。ベースは OSS ですので、コミュニティの活動で支えられていて、まあ、問い合わせもして、まあ、いろいろ反応がいいこともあると思いますが、まあ、問い合わせ者の都合で合わせて、まあ、ついてきているわけではないので、例えば本番業務で使うときにはまあ不安だとか、まあ、社内で技術者を用意しなきゃいけないんじゃないのとか、まあ、このどんどん進化の早いところにどうやって追従していくんだろうと、まあ、そういった話もまあ聞くことがあります。で、ペガシスプラスはですね、ベースを開発している、まあ、コンセンシス社の直接サポートが受けられるサポートサービスがついています。 SLO というサービスレベル目標というまあ考え方で、重要度に応じたまあサポートの方針が定められてまして、最重要のインシデントになりますと、24時間、まあ、各国の拠点のサポートサービスの連携でサポートサービスが受けられるということです。で、本番利用の時にまあ安心というのはまあもちろんなんですけど、まあ、開発時にも、まあ、このサポートサービスを使ってまあ不明点を問い合わせるとか、まあ、そういうこともできますので、まあ、集中的に開発したい時にまあご活用いただいて、まあ、開発効率の向上も見込めると、まあ、そういったこともあります。で、ちょっと一つ事例を持ってきました。2019年、フランスのですね、マタキャピタルという不動産ファンド会社の事例です。まあ、紙ベースで、まあ、煩雑な事務手続きがあったり、あと、まあ、手続きの1回ずつのコストが高いことによって最低の投資金額を下げられないと、まあ、そういった問題であったり、あと法規制に準拠しなきゃいけない、まあ、そういった課題をですね、解決したペガシスプラスの本番の事例になって、ペガシスプラス自身はですね、昨年秋だったと思いますけど、リリース、まあ、発表されたばかりの新商材になってますが、コアなベース、先ほどお伝えしたパンセオンの頃からですね、まあ、その以前から稼働実績があるもので、まあ、こういう本番にも使われているということです。で、まあ、私たちがご提供しているサービスとして、まあ、今ちょっと一つ紹介させてください。プロダクトなんですけれども、まあ、為替とか、まあ、そういったのにもよるんですが、まあ、開発ライセンスですと、まあ、大体月75万よりは高くならないぐらいのご利用になれます。で、コンセンシス社の開発サポートがつくので、まあ、短期間で
ぐっと効率よい POC を実施したいとか、まあ、そういった時にお使いになれると良いかなと思っています。でそして私たちはですね、このペガシスプラスのご提供そのものに合わせて導入を支援するソリューションも提供しております。で導入支援サービスは、まあ、結構お客様の事情に合わせてアレンジするので、まあ、その一例なんですけれども、まあ、一つ上段はですね、お客様の開発評価をもう専念させて、まあ、専念していただくためのまあ必要なお手伝いとしてですね、まあ、私たちが持っているベストプラクティスをもとに開発とか検証環境をこう構築する、まあ、そういったものであったり、サンプルプログラムですよね。まあ、これはプログラム作られている方だとまあ分かるかと思うんですけど、まあ、大体ものづくりでこういう骨子的なものを作って、あと肉付けするだけ、まあ、そういったところまで作れると、あと結構効率が良くなったりするんで、そういったところをナビゲートする、まあ、そういったサービスだったり、あとはコンセンス社の問い合わせは、まあお客様が基本的にダイレクトにウェブのサービスで問い合わせしていただくんですけど、まあ、そこも代行しますと、まあ、そういうことでお客様が開発と検証に注力することができる、まあ、こういったサービスを提供したりします。あとは下はアジャイル開発チームの話で、まあ、ちょっとブロックチェーンだけの話ではないんですけど、ブロックチェーンを、まあ、開発とか運用をアジャイルでやりたいと。でもアジャイルってどうやってやるんだっけ、まあ、そういうお客様がいた場合に、私たちが長年実績がある、まあ、アジャイル開発ソリューション、DevOps 推進ソリューション、そういったものを、まあ、ご紹介しています。でコンサルタントがですね、お客様の悩みをお聞きして、まあ、コーチングしてチームを作り上げるお手伝いをします。で成果物は、まあ、チーム、まあ、そういった切り口、ユニークな切り口がある、まあ、ソリューションで、私も、まあ、結構面白いなと思っております。でここからは、今後の、まあ、構想です。まず一つ目はですね、より容易なブロックチェーンの導入を推し進めていく、まあ、こういうものです。今回ペガシスプラスという基盤製品を取り扱ったと、まあ、先ほどニュースリリースの話で伝えましたが、まあ、コンセンス社には魅力的なプロダクトやサービス、まあ、まだまだございます。またこれまで先ほどエマルさんからお伝え、まあ、ご説明させていただいた培ってきた、まあ、日立の技術ですね、まあ、そういったものを組み合わせてお客様に容易なブロックチェーン導入を支援していきたいと。で具体的に、まあ、何を、まあ、やるのというのをもう少し落とし込んだのがこのページになりまして、まあ、一つは迅速なデリバリーの実現です。大規模なブロックチェーンシステムで構築するときですね、毎回スクラッチに近いところで、まあ、作るのは効率的ではないですよね。なので、まあ、いつも作るような機能を共通的に提供するとか、まあ、業務レイヤーで、まあ、テンプレート的なもの、まあ、こういったのを組み合わせて、まあ、プロダクトであったり日立のそのライブラリであったり、まあ、そういったモデルであったりというのはいくつかあるんですけれども、そういったのを組み合わせてご提供することで短い開発期間で高い信頼性を持つ、まあ、こういうブロックチェーンシステムを作り上げることを可能にしていきます。で2つ目はブロックチェーンノード運用の省力化です。ブロックチェーンって、まあ、どうやって運用するのとか、まあ、それができる有識者いるの、ランニングコストは、まあ、そういった新しい技術で運用しようとするといろいろこなれてないので、まあ、不安の声をよく聞いて私たちもちょっと分かる範囲で答えたり、まあ、勉強したりとかってあるんですけど、まあ、こういった、まあ、不安の声を、まあ、なるべく安心していただけるように、まあ、現実にどうやって運用するんだっていうシナリオを、まあ、元にですね、まあ、支援機能を拡充していく必要があると思っています。で最後はエンタープライズ開発環境の提供ですね。イーサリアムは開発者向けでツールもたくさんあります。個人向けのツールたくさんあります。まあ、こういった技術者が慣れたツールを使いながらチームで開発するときの方法論であったりインフラ、まあ、そういったのをプラスアルファでご提供することでシステム開発の生産性を最大化すると、まあ、その3つの柱で考えています。で、2つ目の構想はですね、新たな価値の創生です。日立グループ、まあ、各社が持つ事業、まあ、ポートフォリオというか、まあ、ソリューションとか、まあ、そういったものとブロックチェーン技術を組み合わせて新たな価値を創生していきたいと思っています。図はですね、私が所属する組織のソリューションのまた再建ですけれども、開発支援の他にも運用管理とかデータ利活用といったドメインで魅力的なプロジェクト、まあ、プロダクトサービスがあります。またこれ日立グループ、まあ、全体を見渡せばもっとたくさんの研究成果とかソリューションがあります。
まあ、こういった日立グループの、資産、まあ、資産というとあれですけど、そういったものを組み合わせて、まあ、社会課題解決型の、まあ、新たな価値を皆様にご提供できればと思っております。そして最後の構想はですね、新たなマーケットの創生です。まあ、ちょっと大きい言い方なんですけど、ペガシスプラスという製品基盤はですね、パブリックでもプライベートでも使えると、まあ、そういうハイブリッドだということをお伝えしました。で、今はパブリックはパブリック、プライベートはプライベートといった形で、まあ、それぞれ別々のまあ生態系を持って構築されている、まあ、そういうことが多いのかなと思ってるんですけど、近い将来はもうそれらが連携して融合していく、まあ、そういうつながるっていうことですね。そういう世界が来ると思っています。まあ、その時に、まあ、両方で使えるこのイーサリアムというまあ技術だったり、まあ、そのプラットフォームだったりっていうのを活用して、パブリックですでにいろんなあのサービスを展開されている異業種、あの異分野の方々いらっしゃいます。まあ、そういったプレイヤーの方々とも一緒に、まあ、新たなマーケットを切り開いていけたらなと思っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。次は田辺さん、よろしくお願いします。お時間も押してきてますので、私の方ではですね、いきなりこうデモから始めたいと思います。日立ソリューションズの田辺と申します。現在は日立の MR さんよりご紹介のあったパブリックのライブラリの開発であったり、まあ、それを使用した POC の技術支援に携わっています。よろしくお願いいたします。でこのセッションの詳細な資料については、後ほど事務局さんを通じて公開する予定ですので、もしもよくわからないという点がございましたら、本セミナー後にはなるんですけども、そちらをご参照いただければなと思います。で今からお見せするのは、紙で流通している小切手、紙ですね、紙で流通している小切手にブロックチェーンを適用した POC のデモになります。で元々パブリックで動いていたものをベースで動くようにしました。パブリックで動いていたものをベースで動くように移植したということですね。で今日お見せできるのは、この左側のネッティングビューアーという画面になります。で構成としては、銀行が4つあるんですね。緑色の A 銀行で、時計回りに赤色の B 銀行で、青色の C 銀行、紫色の D 銀行がこう並んでますと。でこれらを銀行ごとにベースのノードがこう裏で起動されていて、でスマホから動作に関わるイベントを、まあ、こちら の, そのウェブサーバー、ウェブアプリが拾ってですね、このフロントエンド側に転送した上で、まあ、ここのアニメーションを制御しているような構成になっています。で本来は、このデモはスマホを使って、小切手の QR コードを表示して、こう振り出して、受け取ってってやるんですけども、今日は機材の準備の関係で、こちら の, そのブロックチェーンの振る舞いが分かる画面だけ、お見せしたいなと思っております。はい、で右側のこの画面については動かないんですけども、プライベートステート、まあ、秘匿化するようなチェーンですね、そのステートと、それからパブリックステート、まあ、このオレンジ色のチェーン状のものがパブリックなんですけども、まあ、これらのこう違いを示している概要図になります。で、小切手コンソーシアムで取り扱うことのできる小切手がこう使用済みかどうかっていうこうステータスに関しては、こちらのこの右側のパブリックなステートで管理していて、小切手の取引情報ですね、こう誰が振り出して受け取って取り立てたのかっていう情報に関しては、プライバシーに関わるので、取引のあった銀行間でだけですね、データを共有するような仕組みにしています。で、ファブリックではこのような構成をチャンネルで実現しました。で、ベースに至っては、プライバシーグループスという仕組みで実現しています。でこのデモがですね、ベースで動いている様子っていうのを少しご紹介しますと、こちらですね、グラファナーという OSS のツールの画面になっています。で、IP アドレスはこう4つあるんですけども、これ4つの銀行がノードとして表示されていると。で、その右側にですね、メトリックが表示されているという状態になります。で、内容としては、こうチェーンの高さであったり、まあ、ブロックのこう生成間隔ですね、まあ、こういったものを監視できています。で裏ではプロメテウスがデータを収集しているという構成になっています。でもう一つですね、こちらブロックエクスプローラーの画面で、ブロックのこう生成状況であるとか内容を確認することができるようになっています。でこういったものはベースの運用に関わる周辺ツールとして構築のためのテンプレートを含めて OSS でですね、公開されているものです。それでは取り立てのですね、画面、元の画面に戻りまして、取り立てのデモを実演したいなと思います。はい、少々お待ちください。
で、小切手ですね、A 銀行でこう振り出された小切手をこうも、振り渡して、で受け取った人がこう B 銀行でですね、取り立てるようなケースです。まあ、ちょっとまずやってみましょうか。アニメーションが動くので、この B 銀行あたりをですね、注視していてください。B 銀行に小切手が持ち込まれて、パブリックなステートでステータスを確認してます。でロックをして、AB 間のプライベートステートに取引情報を格納で。パブリックなステートにステータスを更新して使用済みにするという流れですね。はい、でもう一回同じものをやってみましょう。はい、AB 銀行に小切手が持ち込まれます。でパブリックなステートでステータスを確認でロックをして AB 間のプライベートなステートに取引情報を格納でパブリックなステートのステータスを使用済みにしますという流れですね。まあ、このようにブロックチェーンこう有機的に連携しながら動いてますと。でもう一つはですね、二重取り立てを抑止するようなケースで今ここ B 銀行で取り立てたんですけどもこの小切手をですねちょっと腹黒い感じで C 銀行に持ってって、重複して取り立ててやろうというようなことをするとどうなるかっていうのをちょっとやってみたいなと思います。はい、で C 銀行にですね小切手が持ち込まれます。でするとパブリックではすでに取り立て済みなので取り立てエラーとなるということですね。もう一個小切手ありましたからその小切手も使って取り立ててみましょうと。C 銀行に小切手が持ち込まれて、パブリックなステートでステータスを確認すると、使用済みなのでエラーになりますということですね。でこのようにその全銀行で共有しているパブリックステートにおいて、小切手のステータスを管理できていることが、まあ、このような振る舞いから分かるかなと思います。で続いてですね、ネッティングのデモを行いたいと思います。でネッティングっていうのは、あの個々の小切手の取引、まあ、今いくつかやりましたけど、まあ、こういった取引をまとめて清算して、まあ、最終的な差額を支払うっていう、そういう決済のことですね。でこれをあの小切手交換所っていうようなその中央集権的な組織が担っているんですけども、本 POC ではこのネッティングの自動化も行いました。で具体的には個々の銀行でですね、清算金額を求めた後に求めます、まあ、A 銀行、B 銀行、C 銀行、D 銀行、それぞれこう関わる銀行があると思うんですけども、それぞれで清算金額を求めます。でその次にですね、ネッティングを行うルートを決めますね。例えば、まあ、A、B、C、D というふうに時計回りのルートを定めて、で清算金額をこうルートを沿って横に流していくと、まあ、最後には差し引きゼロになって、ネッティングが完了するというものなんですね。であの本来は銀行間取引がこう一定数たまったところでやるんですけども、まあ、今日はデモなので、こうネッティングボタンという便利なボタンがあるんですけども、まあ、このボタンを押してネッティングを開始したいなと思います。はい、まずやってみましょう。でネッティングルートをですね、今決めてます。D 銀行にも決まりました。でここからですね、ルートを回りながら清算を行っていく様子を確認することができます。はい、D 銀行で清算した金額をですね、A 銀行に横流ししてますと。ですると A 銀行がですね、自分のその清算金額を計算。で横から来たマイナス90で差し引きして10。で、B 銀行が今清算金額を清算しているという状況で、はい、それは確定して30。で、C 銀行で最後清算金額をですね、算出すると、もうこの30と相殺することによってゼロになると。で、よって清算完了するといったような自動化をですね、行いました。はい、デモについては、こちらでですね、以上になります。でちょっと資料で、少し、補足させてください。かな。はい、映ってますでしょうか。最後にですね、開発体験インタビューということで、今回、そのファブリックからベースに移行したこういった体験を踏まえて、弊社ブロックチェーンチームでですね、その違いについてディスカッションしてみましたと。で印象的だった点を絞り込んで、まあ、このような観点で書き連ねています。であの最初の問いについては、こうスマホ開発で何か感じたことはありますかというもので、ブロックチェーンのプラットフォームで特徴的なそのスマホであるとかチェーンコードについての対話から始めてみました。でそうすると次のような意見にまとまっています。ですね、この右側のところで、左側のところですね。でベースのこのソリティの制限は、結構強くって、で一方でパブリックに関しては、まあ、Go でこう記述できる分だけあの表現の幅が広いですと。で例えばこうソリティに関して言うと、可変調の文字列の取り扱いとかの制約が結構特徴的だなということが挙げられました。
で、ソリッティの制限に関しては、こうあまりこうコントラクトの機能を重くしないための設計思想による印象で、まあ、スマホにそもそも高い表現力を求めることが妥当なのかっていうのは、ちょっとこう考えた方がいいですねというのが、まあ、我々の意見ですね。で、ファブリックっていうのはこう Go でこう結構記述できるからといって、まあ、その一方で全て押し込めるかっていうとそうじゃないので、クライアント側でこう何を実装して、スマホ側に何を任せるのかっていったようなことは、まあ、ユースケースごとに掘り下げて検討していく課題なのかなと感じてます。で、次の問いかけとしてこう、プライバシー保護の仕組みっていうのは特徴的なんですけども、このような意見にまとまりました。で、ベースの、プライバシーグループに関してはこう API によって事前にグループを生成して使用するんで、まあ、パブリックのチャンネルにかなり近いですと。で、今回もそういうような形で移行が実現できました。で、パブリックにはチャンネルの中にこうもう一段一括を実現するプライベートデータコレクションっていうのがあって、まあ、より細やかなデータの制御ができますねという話になっています。で、最後ですね、結局のところこうファブリック派なのベース派なの、まあ、エンジニアとしてはどっちが好きなんでしょうという形で、柔らかく問いかけてみたところですね、このような意見が返ってきてまして、でファブリックに関してはこうセントラライズ寄りでスマホも作りやすい、うん、まあ、すなわちその手堅い部分もあるし、一方で自由度の高いところがあって、まあ、ビジネスロジックはかなりまあ細かく記述できていいよねというような点が挙げられました。で、ベースに至っては、パブリックチェーンのこう思想が残っていて、まあ、興味深いなというところで、まあ、こう我々の最終的な結論としては、ファブリックのベースもこうつけがたいというところがあって、双方特徴をこうよく理解した上で、適材適所でこう適用を考えていくことが重要なのかなという結論に至っています。はい、私からの発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。会社の皆さんありがとうございました。時間も若干押してきてしまっているので、ちょっと短めにあの Q&A 行っていただける、行ってみたいなと思うんですけども、一つ今質問が来てます。あのファブリックとベースの使い分けの指針をいただきたいですというあの質問があるんですけども、これはお答えいただけますでしょうか。エマルさんもしあの江丸さんのマイクが、あ、もしもし大丈夫ですか。大丈夫です。あ、はい、あ、すいません。あ、私から回答します。ですね、最近いろんなあのミートアップがいろんなところで行われていて、各社さんからですね、あの基盤の使い分けみたいな話もいろいろ出ているかと思いますと。で、やはりですね、あのまず 大前提としては、まあ、今回あの説明していたださせていただいたフレームワークとかテンプレートとか、その基盤の上にいろんなものを各社さん乗っけているので、基盤でできるできないの話っていうのは、まあ、だいぶなくなってきたかなと思いますと。ただやっぱりその得意不得意っていうのがあるので、例えばそのプライバシー周りでどういうそのグルーピングなりその取引間でプライバシーを守りたいでかであるとか、あとはですね、クエリですね、下回りの、データストアが違うので、クエリの得意不得意なんかっていうのはあとちょっと違いが出てくるかなと思いますと。で、まあ、そういうところを踏まえながら、あとはその自社で、どういうそのケーパビリティですね、開発リソースを、用意できるかみたいなところを合わせるって考えるといったようなところかなと思います。ありがとうございます。他、日立さんにご質問などはありますでしょうか。よろしいでしょうか。ではちょうど予定の時間7時25分になりましたので、こちらで、日立さんのセッションを終了させていただきたいと思います。それでは江村さん、高田さん、それから田辺さん、本日は、スピーチいただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご参加いただきまして本当にありがとうございました。で、またおそらくハイパーレッジャーミートアップ、おそらく夏の間は皆さん夏休みを取られると思うので開催しないと思うんですけども、また秋口に再び再開して、まあ、毎月とかもしくは各月でやっていきたいと思いますので、ぜひまた皆さんお集まりいただければ非常に嬉しいです。それでは最後ですけども、本日スピーチの労を取っていただきましたスピーカーの皆様にちょっとバーチャルではございますけども、ぜひ拍手を送っていただけると嬉しいです。皆さん本当に本日ありがとうございました。ありがとうございます。はい。